はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝穴浮です。今日はね、また漢文をやりたいと思います。中学受験のことをね、ひたすらね、国語ばっかりとかね、理科とかね、教えてばっかりいるとね、どうも古文漢文がね、やりたくなっちゃうんですよ。もう頭がね、そういうことを何かバランス取ってね、普段使わない頭使わないとね、あれなんですよね。この中学受験さくららチャンネルは、これだけで中学受験できますをコンセプトに作っているチャンネルですが、今日は漢文です。今日はね、間違った方法っていう話です。じゃあ早速やってみましょう。さあ、間違った方法をやるとどうなってしまうか。祖人に甲を渡るものあり。その剣船中より水に落ち。にわかにその船に刻みていわく、我が剣のよりて落ちるところなりと。船止まる。より、その刻みしところのもの、ここにちょっと2点忘れました。その刻みしところのものより水に入りてこれを求む。船はすでに行けり。しかも剣は行かず。剣を求むること核のごときはまた惑いならずや。さあ、どんな話かっていうとね、もう一回ね、読みながら日本語にしていきましょう。ね、さあ、祖人に、甲を渡るものあり。ね。さあ、祖人に2点です、0点です。ここから読みます。甲を渡るでものあり、2点から1点です。だから祖というのは国の名前です。祖の国の人に川を渡っているものがあった、ね、船に乗って川を渡っているんです。黄河か長江か揚子江か分かりませんけれども、川を渡っています。その剣船中より水に落ち。さあ、その剣が、その人の剣ね、刀が、船中より、さあ、1、2点です。船から水に落ちね。これね、1から2。これ、置き字ですけれども、どこどこにっていう音、その置き字なんですよね。その刀が船から水に落ちた。にわかにその船に刻みていわく、我が剣のよりて落ちるところなりと。船止まる。さあ、にわかにその船に刻みてね、1、2点です。急いでってことね。急いでその船に、刻んだんですよ。ここで落ちた。落ちたところの船のそのと、船に、ここで落ちたっていうふうに、急いで印をつけたわけです。で、言ったんです。我が剣のよりて落ちるところなりと。この船に刻んだ印を結んだところが、私の剣が、刀が、落ちたところだと。で、そう言って船が止まったんです。その刻みしところのものより水に入りてこれをもと。さあ、これね、2点ですから読みません。ここから読みます。その、で、0点。その刻みしところね。ところのものより。で、0点。水に入りてこれをもと。さあ、この船で刻んだ印をつけたところから水に入って、で、これは刀のことね。刀を探した。これ無理ですよね、これね。なんで無理か。船はすでに行けり。しかも剣は行かず。印を打っても船はすでに少し進んでしまっていますよね。で、これ断定の置き字。印は打ったはいいけれども、船は少し進んでいる。しかも剣は行かず。
落ちた剣はそのまま下に落ちていく。しかも剣はね、動かない。落としたところからスッと下に落ちてるはずだ。剣を求むること、核のごときはまた、惑いならずや。さあ結局剣を探すときに、核のごときはね、剣を探すときにこのような場合はね、さあまた惑いならずや、ね、また何々ならずやっていうね、これね、これね、句型なんですよ。なんと、まあ、惑うね、まあ間違っているってことね。もしくは見当違い、おかしい、ね、なんて見当違いなことをしているだろうかって言ってるわけです。さあもう一回漢文読んでいきますね。日本語をね、確認し、頭の中で思い出しながら聞いてください。「祖人に功を渡るものあり、その剣不戦中より水に落ち、にわかにその船に刻みていわく、我が剣のよりて落ちるところなり」と、船止まる。その刻みしところのものより水に入りてこれをもと、船はすでに行けり、しかも剣は行かず。剣を求むること、核のごときはまた惑いならずや。さあ最後日本語言ってきます。さあその国の人で川を渡っている者がいた。まあこれ船で渡っていた。さあその自分の刀が船の中から落ちてし、水に落ちてしまった。急いで船の脇に、その印を刻んでいった。自分の剣が、落ちたところはここだと。で、そして船はやがて止まった。さあその、船の印を刻んだところからね、その男は水に入って刀を探した。船はすでに少し進んでしまっている。しかも刀は、そのまんま、動かずに下に落ちた。そうだとすると、そのような場合、剣を探すのはこの場合、なんと見当違いな探し方だろうかって言ってるわけです。間違った方法でやると大変な目に遭うということですね。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。